人狼 by 横矢沢。皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今夜はゲストをお迎えするのですが、今日のゲストは矢沢永吉さんが出演します。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。人読 by 陽子矢沢。それでは今日はこの方をお迎えしています。どうもこんばんは、矢沢永吉です。よろしくよろしくお願いします。どうも。ついに自分の父親が自分の番組にゲストに来ていただいたということで、今日は放送504回目なんですよ、このジーンロックバイヨーコ矢沢。でもあれだよね、自分の番組出てほしいとか言わなかったじゃん、全然。いや、それは結構この番組自体は毎回ではないけど、そのミュージシャンの先輩だったりとか、うん、友達だったり、ゲストはもちろん今までも呼んでは来たんですけど、ちょっと、うん、水臭いよ。 お父さん呼ぶのはハードル高いかなと思って。でも今までも例えばプレミアムモルツの CM だったりとか、あと去年東京ドーム京セラドームとかで本当一曲だけちょっとシュガーダディ歌ってっていう意味での共演はあったんですけど、このトークでのっていうのは初めてなので私はもう何を話していいのかっていうので意外とこう見えて緊張してるんですよね。いや、うん、もうだって君もうこの DJ やって何年ぐらいになるの？この番組もう11年目ぐらいになってると思う。その10年も11年もやってるのに一回もねえ、お父さんゲストで一回出てくんないとか言わないから、全然欲しい、あ、そういうのは何も考えてないんだから。ほら、もし、出てくれないって、オファーを出して、断られると、それはちょっとショックかなと思って、なかなか言えなかったんですけど、今回も、うん、そう、結構リスナーの皆さんも、なぜ今回初めてなのかなっていうふうに、疑問に思ってる方も、結構ね、質問でもそういう感じので来てたんですけど、もともとなんで今日みたいな日が実現したかっていうと、この7年ぶりにね、アルバムをリリースするっていうことで、いつかその日が来る日まで。で、私が最初、ゲストとは思ってなくて、ただ、せっかくだからこの新譜を何曲か自分の番組でかけられたらなっていうので、なんか一言コメントいいですかっていうのを、まあ言ったわけだよね。お父さんに聞いて、最初はうん、コメント OK っていうふうに、了承を得たら、そしたら電話くれたから。うん、なんかコメントって言うから、コメント出すんならじゃあ俺をラジオに出してよみたいな感じ。はい。うん、全然普通だよ。よろしく。私の100倍トークはおそらくうまいのでもう今日はね任せちゃおうかなぐらいにまあ思ってるんですが、まずアルバムの話と、まあ先ほどもちょっと言ったように7年ぶりのアルバム、いつかその日が来る日まで。いや、本当はね、このいつかその日が来る日まで、なかなか渋いタイトルなんですけども、はいはい、これの前が7年前、ちょうどラストソングっていうね、はい、あれで本当に冗談抜きでね、もう打ち止めいいんじゃないって結構酔ってました、うん、はい、酔ってて、俺はもう十分出したからもういいよ、最後のアルバムしようってやってて、やっぱりあれだね、2年経って3年経って5年経ったぐらいにもうね、もう我慢できない自分がいたね。やっぱりメロディー浮くわけよ、うん、浮くから、お、これいいじゃんって言ったら、やっぱりテープレコーダー、今 IC レコーダーね、はい、パッと押さえて、もうそれは癖だから、はい、もうちょっといいメロディーを入れたら、あ、ちょっとやべすぐレコーダーって入れる、はい、まあ、それがだんだん溜まってきたってのもあるし、それとまあまだ現役あるぞっていうのはやってたので、はい、行ってるうちにたまったな、アルバム出そうかなってのは思ってきたね。そうだから今回この私ももう全曲もちろん聞いた時に結構覚えてるかな、にも1年半ちょっと前になると思うんだけど、家族でハワイに旅行に、まあ、行った時がありまして、その時にわざわざ日本からハードケースでギターを持ってって、ちょっとじゃあ向こうで作れたらなっていう感じで、もその時には制作にちょっとずつ曲を貯めてた時期であったっていう、うん、そうね。それと家族で行った時、はい、その部屋になんでか知らないけど古びたピアノが1台あったんだよね。
ほんで、ピアノ弾けないんだけど、ほら、鍵盤のコードぐらいこう弾けるから、ガーンガーンとこう弾いて遊んでたら、あの、今回のいつかその日が来る日まで最後の曲、あのメロディーがわっと湧いたんだよね。すごく湧いてる。これいいんじゃん、ちょっとアイシレコーダーアイシレコーダーって言って、バーッと押さえて、多分あれバタバタっとできたよね。それできてはっきりしたのかな、アルバム作ろうと思ったのかね。それからアルバム作り始めよう。ただ今回のコンセプトは、なんつうのかな、いついつまで納期を決めるとかいうのを、もうあえてやめて、はい、とにかくこう、なんつうのかな、アレンジのことも何のことも含めて、プリプロダクションの段階から、なんていうのかな、普通だったらこう、曲固まって、あの、デモテープ作るためにスタジオ入るんだけど、そうそう、はい、もうね、中には、全く、メロディーも何も浮いてないのに、さーて、今日はどうするって言ったの、デモ作る部屋で、はい。エンジニアと僕しかいなくて。よし。じゃあちょっといいからマイク立てて、何でもいいからどうしようかな、したらギター持ってドラーンってやってるうちにメロディーがふっと開いたら、そっから先進めていくとか、もうね1年7ヶ月かかったね。結構ほら、あの、今回、ま、タイトルがもうこのいつかその日がって言っちゃってるし、結構あのメディアの宣伝文言とかも、これがもしかしたら矢沢永吉最後のアルバムかもしれないみたいな感じで、もうやたら最後最後と言ってるのはどういうことだって書いてるから、分かった分かった、もう今ここで言います。あの、アーティストはミュージシャンはこれが最後だーというふうに言いたがるじゃないんだよ、はい、やっぱりそのぐらいの感覚を持ってんだよね。もうこれが最後のアルバムにするっていうのは決して嘘じゃない、はい、そのぐらいのやっぱり熱の入れよう、はい、熱の入れようだけど、もし体が満足で元気でまだライブ街から街行けるんだったらね、絶対止められないと思うよ。またこれ出すっていうのがそのうち湧いてくると思う。それがまあミュージシャンだと思うのね。皆さん決して嘘ついてるわけではありません。まああの本当に娘目線から見てても、結構あのちょっと前にどこかのインタビューで、私があのお父さんのことを聞かれた時に、あの言ったのが、本当に私の中のお父さんって家の中でダラダラしてる瞬間をあんま見たことがないというか、いつもキリッとしてるというか。それは嘘だよ。いや、ほんといつもええちゃんって感じがすごいするんだよなって。まあそういうイメージなんだろうね。やっぱり自宅でもリーゼントやってんじゃねえかとかさ、今でも覚えてるのはちょっと家族の話になるけど、若い時の僕はものすごい、まあもちろん今でもそうなんだろうけど、若い時はもっとピリ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 してたね。それはやっぱ仕事柄、常にこうステージやるんだ、街から街行くんだっていうのが、でアレンジがどうしたらバックミュージシャンと一緒に、それ飛ばすために前を前を伸びに行ってたわけだけども、今でも覚えてるのはね、なんかのことでえらいカリカリしてる時に、陽子に大きい声で、陽子に言ったつもりじゃないんだけど、ガーって言ったのよ、うん、で陽子はちょうど2階の半2階の上にいて、まだまだ子供よ、いつもほら怒られたことないから、いや結構びっくりした感じでびっくりした感じでガーッと固まってる、泣き出してる陽子見た時に、あ、まずいことしたなってのがずっと残ってんだよね。そう、なんかすごくやっぱ厳しい父親だったなっていうのを大人になって思うけれども、でもなんかすごい電気のつけっぱなしとか誰が払ってるか知ってるよなんていうようなことはよく言ってたよね。そう、だからそういう時すっごく怒られるんだけど、絶対にほら頭とかは顔とかお腹とか殴らないで、なんだよそれ、正座させられて、だから昭和の頑固親父みたいな感じで座れって言われて正座して怒られて、あの太ももかお尻パシーンっていうあれで、痛いとかじゃないんだけど声が大きすぎて発声がやっぱすごいのか、それでビビって泣いちゃうのいつもね。この会話って他で俺したことないだけじゃなくて、多分俺イメージ良くないよ。いやいや、あのね、そういう古臭い昭和の初期みたいなことが、えちゃんとこにあったんだとか、陽子ちゃんとこに家にあったんだとか、ありました。ちょっと。まああの、今もちらっと言ったけど、いやー、もう死ぬぐらい取材受けてるけど、死ぬぐらいラジオも出たけど、はいはい、こんな会話になったことないよね。それは、で、ならないかもしれない。
まあ、ちょっと話が脱線したってしまったんですが、じゃあ、まず、このニューアルバム、いつかその日が来る日までから、まずは、一曲ちょっとお届けしたいと思うんですが、ちょっとね、私が勝手に選ばさせていただきました。全部で10曲なんですけれども、最初ちょっと、もう一発目はノリよくいきたいと思うので、2曲目に収録されてます。見せてくれを聞いてもらいたいと思うので、一応じゃあ、曲紹介をいいですか？はい。それでは紹介します。見せてくれ。矢沢永吉で見せてくれでした。引き続きいろいろお話を聞いていきたいんですけれども、ちょっとたくさんの皆さんからの質問コーナー設けまして来てるので、私が読んでいくので、クエスチョン答えていってください。いいですか？ラジオネーム、03ワッツさんからの質問。日本人アーティストで気になる方や一緒にやってみたいと思う方はいらっしゃいますか？個人的にはハイスタンダード、ハイスタですね、など、あげたら本当にキリがないんですが、ぜひバンドさんとかと一緒にやってほしいなと思ったりしています。と、来てますが、私も、すごい、やっぱ矢沢永吉って、一匹狼っていうイメージが今まですごく、娘目線でもありまして。で、まあ、今年は、矢沢フェス、ワンナイトショーっていうので、いろいろな、お父さんからしたら後輩のバンドと共演したりとかしだして、それは結構、昔と今とでは、心境の変化とか、そういうのはあったりするのかなっていうの。いや、もう心境も何も、年取ったのよ。で、後輩と言われてる方たちのすごいバンドがもう歌手が、ロックシンガーも含めてもうバリバリ今出てきてて。はい、で、この間のフェスなんかでも矢沢冠、僕はまあ主催者ではないけれど、はい、矢沢冠で、フェスやるぞみんなやらねえかって言ったら、やろうやろうってみんな集まってくれた。はい。もうそれこそ、みやびだとか、もうそれこそ、奥田民生さんとか、もういっぱい来たわけだ。はい。面白かった。でも考えてみたらすごいよね、やっぱりこう世代というのは、矢沢がキャロルでデビューして、はい。それで矢沢永吉ソロになり、はい。そしたら今度はもう、ボーイ、氷室なんかみんな出てきたり、今度氷室を、ボーイを今度慕うような、また若いバンドもバンバン出てきて、素晴らしいね。はい。だから僕はね、なんかやってみたいなっていう、やってみたいと、もうこういうフェスたまにやればいいのよ、みんな一緒に集まろうぜみたいなフェスね。とにかく気になる人、いやいやいや、いいね、その時代その時代に出てくるからね、はい、必ずすごいのがバーンバーンと出てくるから、音楽ってすごいなと思ったりしますし、まあ僕ももう40何年だよ、デビューして、うん、もうだって70歳ですもんね。まあこの70なるってのはすごいなと思います。やっぱり、口ではね、ステージ降りたくない、現役やれる限りはやりたいんだよってかっこいいこと言ってるけど、このかっこいいことを本当にやり続けるっていうことの渋さ、はい、それかなと思うね。これが渋くて深くて楽しんでるみたいな感じ、まあ、そんな折にね、この7年ぶりのこういう内容のアルバムが作れるっていうことの、こんな嬉しいことないよね。ね、もうだって昔は確かお父さんって50までやるって若い時に言ってて、30の頃に言ったもんよ、はい、皆さん50まで俺歌います。それで50になって満タン入る大きなところで I love you を歌いますって言ったのが30ちょっとの頃ね。50ってずっと先の50なんて俺歌いますって言ったらさぞかしかっこいいだろうなということの言葉に酔った気持ちもちょっとあって言ったんだけど、ほんなもん全部過ぎてから60過ぎてもう70だよ。嬉しいね。私がほら好きな話で、お母さんが昔お父さんに、俺あと何年できるかなって言った時に、あと2年は絶対大丈夫じゃないかなって言ったっていうエピソードがあって、いやそれがね、それがさ、俺とまだお母さんが出会った頃で、うん、出会った頃だから、もう時間よ止まれがちょうど出る時、はい、なんかの酒の席かなんかで、
もうだってまだ出会って間がないんだからさ。で時間よ止まれが夜明け前だよ、はい、ブレイクする夜明け前で、こっちはもうまだバリバリじゃないまだ、はい、バリバリも何ももう手つけられないぐらいだったからね27、28ぐらいの時俺あとどのぐらい行っちゃうのか、俺は歌えるかなって言ったら、あと2年3、いや3年かなって言ったっけ、俺は What? っていう顔でもうどうしていいかって見たら、さすがにちょっと悪いなと思ったんじゃない、いやいや4年ぐらいかなって言ったムカついた、いやムカつくなんて何そ本当にみたいな感じいや4年はないと思ったけど、思ったけど、でもそんなこと言ったらビートルズもそうなんだってね、あのものすごいブレイクし、はい、ビートルズがブレイクした時にジョージア・ハリスなんてあと何年だあと3年5年歌えたらいいとか言ってたんだから本当に、だからまあそのぐらいね、そのぐらいみんな必死ってことなんじゃないのかな、そっか、じゃああれだね、お父さんはまだまだまだあと私は80まではできると思ってる80までね、90までできるんじゃないかなっていう期待もあるけれども、まだまだ若手や後輩がいろんな人が出てくると思うので、そういうチャンスがあるんじゃないかなと思ってですね。じゃあ次の質問いきます。ラジオネーム金崎浩志さん、ラジオでの親子共演楽しみにしておりました。お二人にお聞きしたいのですが、97年のラブイズユーにてドラえもんのですね、陽子さんはコーラスで参加しております。その際のエピソードや企画が決まるまでのいきさつ、心情などそれぞれの目線で聞かせていただきたいです。ラブイズユーって覚えてます？覚えてる覚えてる、あのドラえもんでしょ、ドラえもん、うん、いやあれ面白かったんだよ、ドラえもんのテーマ曲書いてくれませんかって、これいいねやろうやろうって、あのやたらと面白がるからね矢沢は、うん、僕はね、でやって、でちょうど陽子が小学校だったんじゃないかな、小学校でしたね、うん、でコーラスのパート陽子ちょっと歌ったらってことで、陽子だけじゃないみんな歌ってんだよねそう、あの涙と微笑みよっていう部分を歌ったなって、まあね、だから簡単なこと言えばさ、はい、人間と面白いなと今陽子とこう話しながら感じたことを言うとね、はい、まああれだよな、矢沢永吉も他の誰々もどこどこの誰々もやっぱり家族がいて娘がいて女房がいて、それで表出りゃ仕事があって会社があって町から町のツアーがあって、まあもっともっと上を目指してライブライブライブやるんだやるんだって言うけど、家帰ったら家族がいて、で家族とはまあ子供がだん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 大きくなって、だから自分のこと今思うのね、やっぱり矢沢永吉ロック線がね、もう47年目キャロルからデビューして、これでイケイケで行って、どっちかったら自己流の元締めみたいな感じで頑張ってきて。いやー、パワーあったよ。自分で言うのもおかしいけど、パワーあったね。だけど、その、家族とか、娘とか、いうの、普通のその辺のお父さんと一緒なんだよね。それを感じる。あ、はい、俺も一緒なんだなーって感じたりして。ただ、一生で家族と共に生きながら、実は裏では矢沢永吉を張ってるみたいなさ、はい、そういうところを今ふーっとものすごく感じたね、君と、君目の前に今いるんだけど、君っていうのもおかしいけど、うん、まあそれを感じるね。だから今日、今この時間不思議だよ。陽子とこうやってやるの初めてじゃない？そう。ラジオでなんかやったことある？今まで。ラジオとか、あとそういう、例えば雑誌のトーク、とかもしたことがない。したことないよね。ラジオもなければ、コメントを出すか出さないか、今回だってコメントをちょっといただけたらいいんだけど、はい、っていう話から、コメントだったら俺出るよって話になったわけじゃない。だからそのぐらい、こう、娘とこういうトークとかしたことないんだよ。この40年も以上この仕事やってるのに。だからね、ああ、それすごく思ったね。あ、この矢沢も家族はちゃんといたんだ、みたいなさ。ねえ。ね。まあ同じことの話繰り返しになるけど、今日はありがとうで呼んでくれて、そんな感じ。こちらこそありがとうございます。
よかった、うん、そんな感じですありがとうございます。じゃあちょっと一曲曲紹介をお願いします。それでは次の曲はですね、横浜うううう、矢沢永吉で横浜うううう、でした。今日は本当にあの親子トークからたくさんの質問からいろいろ聞いたんですけれども、来週も引き続き矢沢永吉さんに登場していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもよろしく。そろそろお別れのお時間となりました。お知らせです。9月15日日曜日、渋谷 BYG にて開催の東京キラーレコ発&乙女座会にステファニーズと共にバービーバンクスとして出演します。ぜひ皆さん遊びにいらしてください。今日は自分のね父親でもある矢沢永吉さんにゲストに来ていただいたんですけれども、なんと来週も引き続き、ゲストに矢沢永吉さん来ていただきたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに。それではお相手は矢沢永吉でした。バイバイ。